皆さんこんにちは、ハチマルです。今日はね、最高の寝心地をあなたにということで、テンピュール枕のご紹介です。はい、テンピュールご存知ですか？これね、もう世界的に有名なもう枕のブランドです。低反発枕ですけどもね。はい。でね、多分ですけど、多分ですよ、 perhaps 多分なんですが、テンピュール使ってる人って多分年寄りが多いんですわ。あんまり若い人にいないと思う。うん、あんまりね。うん。まあそれはさておき、テンピュール枕は最高の寝心地を提供してくれます。でね、今日はね、それのね、超ミニミニサイズを手に入れました。それがこちらになります。はい。出ませんか？出ましたね。はい。超ミニミニサイズ。あんじゃこりゃーっていうサイズですけども、これテンピュール枕です。ちゃんとねタグもついてますよ、ほら、テンピュールほんまなんじゃこりゃ、これどこに、これ頭乗っけんのって思うでしょ。乗っけるんですよこれ。見てください、これ形もう、これね、腕に通すんですわ。こう腕に通して、ちょっと例えばね、仕事先のデスクの上で、ああ眠いっていう時に、こう腕に通してペッてこうおでこを当てるんですよ、これに。テンピュールの寝心地です。ブラボーですわ、ほんと。はい、まだ使ってないんですけど、まあ、来週から使おうかなと思って、手に入れたんですよ。ねえ、ほらこれサイドから見た形もね、ちゃんと寝具として使ってるこの枕と全く同じ形、掃除系です。小さくなってもテンピュール、腐ってもタイですわ何を言ってるかよく分かりませんけど、まあこの間ね、 ミニバンの何でも小さくすりゃいいっちゅうもんじゃないとかいう話をしましたけど、テンピュールだけは OK、 もうミニミニサイズも very good です。はい。で、テンピュール、はい、あまりご存じない方のためにちょっとね、どういう商品があるかテンピュールのサイトを覗いてみたいと思います。まず、テンピュールジャパンですね。はい、こちらのサイトをちょっと覗いてみますと、まずピロー、マットレス、ベッド、アザーズと大項目があります。まあ、やはり一番有名なのは枕、ピローズですね。でね、私テンピュール枕というのはこれで2つ目なんですよ。以前はちょっとね、形状の違うテンピュール枕を使ってたんですけど、ちょうどね、首のあたりにね、へこみがあるというか湾曲してるタイプを使ってたんですね。ちょっと今これモニターではよく見えないですけど、左下の分になります。でそれがね、どうもやっぱりちょっとね、あんまりこう首筋に、私の首筋にうまくフィットしなかったんで、今は通常の普通の枕の形状に変えました。はい。で大きさはね、多分 L サイズだったと思うな、これ多分大きいやつなんですよ。うん。で大きさによってこの枕の高さというものも変わってきますんで、大きいのが必ずいいとは限らないですね。まあ、首筋に合った高さのものを合うのが一番いい。でね、これちょっといいなと思ってるのが、この人手の形をしたね、この抱き枕みたいな、こう星型のお星さんの形してますけど、これなんかおしゃれですよね。うん、ちょっと興味あるな。はい。で、他にもですね、いろんな種類出してます。これね、座布団、クッション、それからランバーサポート、車のシートのところの背筋をグッと背中を押すやつですね、ランバーサポートとか出してるんですけど、なんといってもね、究極はこれですよ。ほら、自転車のサドルのパッドまで出してるんですよ、サドルカバーまで。これすごいでしょ。これもテンピュールかっていう感じですけど、まあでもね、ここまでやらんでもいいかなと思って、これ4000円以上出す、取られたらどうすんのっていう感じですけど、はい。こんなもんまで作ってるんですよ、テンピュールさん。サドルカバーすごいね。体圧分散式ですよ。お尻をこうベロンと乗してもね、こう低反発で分散してくれるんですね。なんかよくわからんけど、ということで、最高の眠りが手に入れたい方はテンピュールをどうぞ。